俺の名前はカイト。うちの会社には最近中途採用で入った変わった社員がいる。そうだお、遅ねえのタイムカード。少し早かった。はあ？よし、来た。何を？ほら、全部8時47分なんだよ。これで今日もバッチリだ。ちょっと、何言ってるかわかんねえ。彼は少し独特なこだわりがあった。他にも休憩時間にも独特なこだわりがあった。あれ、サダはもう行くのか？休憩終わるまでまだ4分あるぞ。ここから俺のデスクまで1分、歯磨きで3分、だから56分には移動しなきゃいけない。おお、おお、なんだよ、機械みたいなやつだな。さらには雑談時にもサダオの癖の強さは健在だった。ねえ、また競馬負けたの俺。いいねえな。日頃の行いが悪いんじゃねえ。今度神社でお参りでもしてから挑もうかな。何言ってるの。金運とかじゃなくて、負ける馬を選んだから負けたんだろ。ちゃんと馬のコンディションとか見て戦略立てろよ。なんでこいついつもマジレスするんだよ。空気読むとか言うのわかんねえんだろうな。なんかあいつさ、普通じゃないよな。どんな勝負にも傾向がある。まずはそのリサーチをする必要がある。そもそも競馬自体、ギャンブルとしての期待値が。まだ言ってる。彼のそのどこか普通じゃない感覚、その答えはその日の夜やっていたテレビで発覚した。それでは次の特集は大人の発達障害 ASD についてです。なんだ ASD？ このように特定のものへのこだわりが強く、周りの空気が読めず。これ完全にサダオのことじゃねえか。 ASD と。そして俺は ASD についてリサーチを始めた。へえ、生まれつきの発達障害、脳の問題なのか。確かにクラスにめっちゃこだわり強い天才みたいなやついたな。 ASD にはわからない問題集。へへへ、面白いもの見つけたぜ。明日試してみよっと。そして次の日、俺は軽いいたずら心もあってサダオにある話題を振ってみた。なあサダオ、ちょっと昨日面白いクイズを見つけたんだよ。へえ、そうなんだ。それで？それでって、お前に解いてもらおうと思ってな。ケンジとカツヤがとある部屋にいて、ケンジの前には赤い箱、カツヤの前には青い箱がある。へえ、それで？ケンジはタバコを吸おうと思ったけど、トイレに行きたくなってタバコを箱にしまってトイレにダッシュした。そこでカツヤはこんないたずらを思いついた。タバコを青い箱に移動してやろう。てな感じでケンジのタバコを移動したんだ。へえ。そしてケンジはトイレを終えて部屋に戻ってきた。さてケンジは赤い箱と青い箱、どっちを開ける？はあ？青い箱だろ、タバコが入ってるんだから。へへへ、残念。はあ？ねえ、ない。普通に考えたら赤い箱だろ。なんで赤い箱にケンジは戻したのに青い箱を開けるんだよ。あ、そっか、言われてみればそうだな。お前全然ケンジの立場に立ててねえな。じゃあ次の問題だ。まだ続くのかよ。ケンジとカツヤの前に焼き鳥の移動販売があった。だけどケンジのやつは財布を忘れてしまった。やば、家に忘れてきた。取りに帰らねえと。カツヤに借りればいいじゃん。うん、とりあえず最後まで聞こうな。おう、俺あと1時間くらいはここにいるから心配すんな。取りに行ってきな。ありがとうございます。じゃ、ダッシュで取ってきます。あと1時間？確かいつもならもう駅前に移動してなかった？お、おい、やっべえ、そうだった。時間見間違えてたぜ。おいおい。それで焼き鳥屋は駅前にダッシュした。スケジュール管理くらいしろよ。
まだ話の途中だ。焼き鳥屋が駅に行く途中、ケンジがいたから声をかけたんだ。おい、あんた、俺今から駅前に行くからな。買いに来るなら駅に来な。マジですか？わかりました。一方その頃、勝也はケンジにそのことを伝えるためにアパートに来てたんだ。スマホは？充電切れってことにしてくれ。あれ？いねえな。もしかしてもう出たか？そして勝也はケンジを追いかけにとある場所へ向かった。さて勝也はどこに向かった？簡単だ。駅前だろ。駅前に屋台は移動したんだから。正解は？正解はスーパーの前だ。なぜなら勝也はケンジと焼き鳥屋が話したことを知らないからな。普通に考えればわかるだろ。ああそうか、言われてみれば。分かってねえんだろ。面白いかこれ。え？この問題 ASD のテスト問題だろ。サリーとアン課題、アイスクリーム課題のアレンジだ。俺が不正解して満足か？俺だってバカじゃない。自分が他と違うことくらいわかるよ。普通じゃない、変。なんでそう言われるのか全然わからなかった。だから一応調べて病院にも行った。一応就労能力はあったから職場にはカミングアウトしてないけどな。給料下がるの嫌だし。そうだったのか。俺はサリーとアンの課題もアイスクリーム課題もピンとこねえよ。まあピンとくる ASD もいるのかもだけどな。でもな、俺はちゃんと働いてやることをやってる。あと相手にわからない問題出して優越感に浸ることは俺ならしない。サダオの言葉に何も俺は言い返せなかった。なんなんだよ、ちょっと試しただけじゃねえか。何もあんな言い方。先方にお渡ししたスケジュールが大幅に異なっていたとクレームがあった。困るんだよなこういうの。なんだなんだ。おい誰だよミスしたの。知らねえよ確か。でもスケジュールとかの調節してたのって。これじゃ連帯責任で減給に。みんなの責任です、申し訳。部長ですよね。何？確かその取引先とのスケジュール管理は部長が担っていたはずです。それにそれで減給は明らかに規定違反。おい波風立てるな。けれど貞男の言葉は間違っていなかった。そうだよな、違うことは違うって言わなきゃな。それがきっと本来の普通だ。貞男、俺もそう思うぜ。君まで。自分のミスなんですから自分で処理してください。俺たちも言うか。だね、貞男の言う通りですよ。俺たちは関係ありません。とりあえず先方に行ってくる。ちゃんと謝ってくださいね。よっしゃー、やるね貞男。スカッとしたぜ。おいおい貞男、もっと喜べよ。大手柄じゃねえか。別に普通のことしただけだよ。貞男の言葉はどこか意味深に聞こえた。どうしたんだよ。別に、ただ俺にはみんなの方が普通じゃないなって。どういうことだ？さっきまで部長の言われるがままになってたのに、俺の言葉一つで手のひら返し。お前だってそうだよ。さっきまで意地悪だったのに急に親しげになってさ。発達障害でない人を定型発達という。暗黙の了解を察し続け言いたいことを言わない。それは本当に普通で定型なのだろうか。俺は今でも怖いよ。普通の奴らが、普通の奴になろうと何度もした。でも無理だよ、あんなおかしな生き方俺にはできない。俺は普通じゃなくていい。貞男。
サダオの涙に俺は何と言えばいいのかまたわからなくなった。